皆様はじめまして。北海道のビラトリ町立二ブタニアイヌ文化博物館の学芸員、広岡恵美です。今回は第27回特別展についてプレイズニュースをお伝えします。二ブタニアイヌ文化博物館が所在するビラトリ町は北海道の日高地方に位置しています。豊かな自然に恵まれた農業を基幹産業とする町です。特別展は10月1日から11月28日まで開催しています。テーマは英国聖公会宣教師ジョン・バチラーの足跡、伝道活動とアイヌ文化研究です。ジョン・バチラーは1877年、明治10年に初めて北海道に来ました。アイヌ民族に伝道するため、アイヌ文化の研究に励むほか、教会や教育施設の設立にも尽力します。展示では、バチラーや宣教師たちが人種や文化を超えて、地域の人々と信頼関係を築く姿や、バチラーのアイヌ文化研究をご紹介し、アイヌ文化とキリスト教が密接な関係にあることを伝えています。バチラーは北海道南西部を中心に、樺太にも及ぶ広範囲にわたって活動しました。本展示では、登別市、伊達市、札幌市、そしてビラトリ町の博物館施設や教会で取材し、その内容をパネルや映像資料でご紹介しています。また、バチラー及び関係者が実際に使っていた資料を借用し展示しています。例えば、ビラトリ聖公会所蔵のルイザ・バチラーのオルガンを展示すると同時に、そのオルガンの演奏に合わせて、現在のビラトリ聖公会の信徒の方々がアイヌ語で賛美をしている様子なども映像資料でご紹介しています。今回の展示をきっかけに、町内外の方々からバチラーに関する情報が提供されました。バチラーは1940年、昭和15年まで日本にいたのですが、昔のことを知る人は年々少なくなってきているので、寄せられた情報は地域の宝になると思います。個人情報に留意しつつ、今後何らかの形で来館者と共有していけたらと考えています。また、特別展の感想として、バチラーがキリスト教の働きだけではなく、教育施設を設立し、未来の人々のためにも貢献していた様子を知ることができたという声も寄せられました。二ブタニアイヌ文化博物館でキリスト教に関連する展示を行ったのは今回が初めてです。ノンクリスチャンの方々にはアイヌ文化を通してキリスト教に触れる機会になったと思います。ビラトリ聖公会はバチラーが初めてビラトリを訪れ伝道を開始した1879年、明治12年を宣教の起点とし、今年で142年を迎えます。ビラトリ町はアイヌの伝統文化が色濃く残されていると同時に、キリスト教の歴史が息づく場所でもあります。この町で生まれ育った学芸員として、今後も地域に関する調査を続け、未来に伝えていけたらと思います。以上、北海道ビラトリ町から広岡恵美がお伝えしました。